めっちゃ反射してる。うん、こんばんは。お抹茶、もなか、もなおの抹茶、これが一番好き。あのチョコとかより好きかも。果物系じゃなかったら。何してたっけ。昨日何やったっけ。あった、昨日のいた、なんか一時期駅の近くのスーパーにこれが売ってる時期に毎日買って毎日帰りながら食べてた。びっくりするぐらい食べた時期あります。じゃじゃじゃん、これ美味しいよ。おすすめ、抹茶好きな人。そんな感じですかね。あとはなんだろう。あ、お手紙も今日もらいました。毎日なんですけど、お手紙とかプレゼントとかはいただいております。ありがとうございます。昨日早く寝なきゃいけないのになんか手紙読んでたんだよね。手紙もらった、手紙読んでた。こんにちは、こんばんは。紅茶じゃなくて抹茶ね。抹茶だよ抹茶。筋肉痛にはなりたくないかな。毎日じゃなくて毎公演かな。じゃん。もうちょっとあの急いで撮ったから大した写真じゃないの。抹茶も苦手。じゃあダメだ。休息時間もなくなっちゃう。うん、届いております。今日ももらいました。民間放送発足記念日です。なんか買うより早く帰りたかった。毎日じゃないかな、疲れた日かな。次はとか言ってそこに未来はある公園、水曜日。1週間ぶりだよ。びっくり。雲あり、あ、雲じゃない。やばい。雲ありがとう。なんだっけあれ。あ、そう、なんか昨日の夜なんかあの公演後片付けてる時になんか私が後で戻ったらなんかゆきちゃんの靴の近くに雲いるよとか言われて、でめっちゃ叫んでたのみんなが。で私は別に雲がいようとそんな気になんなくて、で雲別に悪いことしないじゃん。だからあ、そうなんだって、退治したかったらすればいいじゃんって言ったの。エリコに。そしたらまあ私はほっといたんですよ結局ね。結局ほっといて、なんかそのゆる雲はなんちゃらかんちゃらみたいなの言ってて、
で、それでね、1日経った今日また公演終わりぐらいに雲が出てきて、私とさえちゃんはそんな気にしなかったんですけど、あ、昨日もいたねみたいなことを言ってた。そう、雲ね、いい虫ですから。でも普通にゴキブリとか出てきたらまあさすがに、まあ、退治しようとはしますけど、まあ叫びはしますね多分。そうですね、そんな感じです。出たことはないけどね、劇場で。まあでもスプレーないと倒せないでしょ。まあそんな話はまあいいですよ。そんな話はいいんで、何の話しますか。別になんか話したいことがあってショールームしてるわけじゃないからね。何にしようかな。何だろう。握手会ですね。もう来週か。あとは何だろう。なんかありますか。時間の経過が早いですか。あ、ワンちゃん叫んだ。そこね、そこですよ。あ、スーツは裾がほつれてます。あ、ちょっとワンちゃん大きな声出してる。なんだろうな。ズッキーさんの服は次のオンラインで着ます。来週は着ません。寝覚えてるの。どうしようかな。本当に何もノープランでこんなにさ、なんか長々とショールームしようとしてるからすいませんって感じなんですけど。話題を。16人公演は移動が一番心配かな。スーツは着ますけど裾がほつれてるか直さなきゃなって思ってる今。でも5公演全部外れたって人もいるしね。そうですね、裁縫はできますよ人並みに。こんにちは。母が直します。どうも。ゆるいです。こんなにゆるくないです。こんなにゆるい日はあの公演の後だけです。
今月今んとこ皆勤賞なんですけど、あの出場限定公演はユキなので、私じゃない、その私が決めたわけじゃないので、さあ、そういうこと。今日はうどんを食べました。さっき丸亀製麺のシェイクうどん、くまありがとう、2つも、くまこうさん、美味しかった。明太とろろなんちゃらなんちゃらなんちゃらみたいなやつ、そう、そんな感じですね。ちょっとアイスは食べ終わってからちゃんと話すね。あんまりあのちょっと商品名覚えてなくてすいません。調べて言います。一回食べます。ちょっとアイス食べてる。なんか去年あった梅のやつが一番好きなんですけど、今年は違うみたいなので明太とろろみたいなやつにした。あとちょっとで食べ終わるからもうちょっと待ってください。三つ編みはレアっす。レアでもないか、レアか。アイス食べるスピードさ、これ普通なんだけどさ、早い？私多分食べるの早いんだよね。ごめんなさい、なんかちょっと早すぎと思ったらごめん。でもそんなことないって思っている。そんな感じですね。何がなんだろう、わかんない。なんかさ MC 何言ってるか途中からわかんなくなってきて、わかんなくなってきちゃって、なんか変なこと言ってたらごめんなさい。でも普通なんでよろしくお願いします。普通だよね、やっぱ食べ終わったから OK。 そんな感じでした。アイスはいやー今日雨だったのか。いやなんかあの MC を考えるのが一番大変だったかもしれない。なんか言いたいことある人って聞いたらもう誰でもなくて、今日に関してはもう言っちゃったよなみたいなね感じだったので、そうだからって感じかな。
あとは何だろうかな。なります？夢見も仲良しだよ。あと、こんばんは。いや、疲れないわけはないです、もちろん。あんまり動いてるので、なんか公演終わると、なんか何、アドレナリン、アドレナリンですね、だいぶ。こんばんは。あ、そう、そこミラでしたね。そこミラですね。2日空いて、浅井にハマってるっていうか、食べてる、たまに。なんかさ、あれが欲しい、なんかなんだっけ、まあいいか。いや、今はちょっとあの眠くなってきたね。ああ、いや、別に夜更かしって思ってないからな、そんな。夜更かしは、なんか朝が近づくぐらいの時間じゃない。普通に寝ます。5分の2。おぉ。いやー。28。27、28は握手会ですよ。28来るんだね。27も来る方いますよね。待ってます、イエイ。いやー、ちょっとね、いろいろやることもあるので、うまく時間を使いたいですね。あとは何だろう、あとは何だろうとか言って、何がいいかな。あ、そう、最近メイク道具をね、ちょっと変えた。リップとアイシャドウを変えた、ピンクにした、買いましたね、最近。そんな感じですかね。お手紙は取ってあります、たくさん取ってあります。はい、どうしようかな。でも今日この5日間あったからさ、いろんなうちわを見つけましたね。嬉しかったですね。はい、今月私はたくさん出てるので、皆様待ってます。はい、あとなんかスローガンってあるじゃないですか、韓国式の。それも作ってくれてる人がいて嬉しかったです。そうですね、もう5日間さ、6人一緒だったからさ、本当になんかもうびっくりするほど、なんか毎日同じ顔ぶれだから、なんか誰が変わってるかあんまんま分かってなかったし。そうですね、今月は頑張って節約しようという感じですね。あとはドアの写真変えたいけど、私変えれないから、自分でちょっと誰か頼んどいて。あとは何だろう、あとは何だろうかな。
ないかも。なんか話したいことを思ってショールームするべきなんだろうな。でももう30分経つ、早い。いやなんだろう、なんかね、一周回ってなんかリハーサル何するかも考え始めてたね、みんな。なんかね、もうみんな顔ぶれが一緒だから、まず誰が変わったかを考えて、その考えてその子に何やりたいか聞いて、あーありがとう、クマハートもありがとうございます。好きな髪型は何だろうね、何が似合ってましたかね。声もなく似合わせ、あんみんな似合わせしたいんですけど、私も似合わせられてもないので何も知らない、ほんまに。誰か教えてよ、誰か知らない、ファミで何するか本当に知らないの。ナレーションさんが何も聞いてない。あと10日、2週間ぐらいでしょ。そうですね、何も知りません、残念ながら。しれっとインスタ上げたんで、ちょっと見といてください。何も知らない、本当に。そこをなんとかって私が言いたい。私が出ることは知ってるよ、自分が出ること。いやでも毎回そんなめっちゃ早く伝えられてるわけじゃないか。そんな感じでございます。はい、でもちょっと聞くのもちょっとやることが増えるかもしれないじゃん。ちょっと一回躊躇してるね。だって言われるじゃん、言われるの待つ。ちょっと誰かが聞くでしょう。そんな感じでございます。いやどうしよう。こんばんは。いやなんか、あ、そう、なんかちょっとメイク変えた、あ、ハイライトも変えた。ここにもハイライト塗ってる。なんか最近みんなハイライトここら辺にも塗ってるから、あんま見えないかも。汗で落ちちゃったかもしれない。すいませんね、ちょっと何も考えてなかった。誰か考えてくれませんか、私の代わりに。何かあります、何かありますでしょうか。はい、あ、カラオケする元気はないのでオンデマンド見てください。ふふふ、クマありがとう、ハートもありがとうございます。そうですね、あ、ドボンはちょっと今日は大丈夫かな、ちょっと明日以降やりますわ。ドボンはちょっと大丈夫です、今日は大丈夫です。昨日30分やったんで、近いうちにやるんでちょっと許してください。ドボンはね、ちょっと脳みそ使うんで、あれ、なんだろうね、ちょっと見てて飽きるよね、こんな無計画で、すいません。とりあえずリップ塗ってみた。じゃあチークも塗ってみようか。はい、そんな感じですね。何がそんな感じなんだろうね。なんか面白い話ないんですか皆さん、なんか最近の朗報、なんか面白い話ないのかな。みんなチークってさ、いつなくなるんだろうぐらいさ、なくならないよね。ワイヤレスイヤホンをね、いい件でもらいました。まあチークここしとけばいいか。
ね、カスミンが自分から連絡するって言ったのにさ、連絡してくれないんだけど、なんで？なんでなん？あ、写真送ってくださいって言ってたっけ？あ、言ってたかもしれない。今から送ろう。じゃあ今からみんなに写真を送るわ。そうしよう。まず一緒に出た人を考えて、まず考えるところから始まるんだよな。誰だ？誰だっけ？あ、大丈夫です。ゆっくり思い出していくので、ちょっとまずエリコに送る。なんか3日間出てるからさ、遡っても遡っても、ただいま恋愛中公演の衣装。そりゃそうか。そうだった。よし。そう、当たり前の話をしてるんですけど、夢みんにも送ろう。ちょっと順調に送ってるんで、なんかちょっと何か話題ありますか。ちょっとみんなに丸投げでごめんなさいなんですけど、てること、漫画を見ること、そう、漫画を見ることにハマってるんです。あのフェアリーテイルの100年クエストってやつにハマってます。もう早く続きが見たすぎて仕方がないのに、毎日ちょっとずつしか更新されないから、もう漫画を買うか迷ったけど、でもなんかちょっとずつ見る方がなんか楽しみはさ、先延ばしの方がなんかいいじゃん、なんかいいじゃんとか言って、だからちょっとやめた。3日間別に撮ってないんだよな。そんな感じでございました。次もうか、さえちゃん、いや、モカです、先。やばい、さえちゃんってコメント読んでさえちゃんとか言ってた時、今モカだった、開いたの。危ない危ない、騙されるところだった。いや、最近は頑張ってちょっとお金貯めようと思って、そう、お金貯めようと思ってる、貯めようと思ってるっていうかさ、なんかね、別に無駄なものを買わないようにしてるだけなんですけど、そうですね、そんな感じでございますかね。旅行も行きたいけど、運転免許？なあ、でもね、どうせ運転できないんだよね。なんか絶対運転したらなんか事故りそうじゃない？知らんけど、なんか事故ったら嫌じゃんと思ってる。ツアーは実質旅行、確かに。みんな旅行ってこと？カースミーンとご飯食べたことあるよ。なんかちょっと怖いじゃん。怖いことは、リスクはね、背負いたくないんで。またこれ誰？あ、ゆういちか。この連絡先は誰だろうと思ったらゆういちだった。忘れてた。そんな3日間撮ってないんだよな、マジ。いや、でも最近もう衣替えしたから、したっていうかしてもらったから、あのですね、夏服、春服をずっと見てる。あと靴見てるかな。そんぐらいですかね。かすみ全然返信してくれないんだけど、前回もアルバム作っといたのにさ、なんか来てるかなと思ったの。なんか私なんかが返信していいんですかとか言われたから、え、なんで返信してくれないのと思いながら、え、全然いいよって言ったんだけど、そう、え、靴
は見つけられてない全然。スニーカーも去年の夏ぐらいに買ったやつ多分使ってるからそろそろ探そうと思ってる。待って、本当に連絡先連絡返してなくてごめんって感じになった感じですけど、そうマジでかすみ本当に返信来ないよ。マジびっくりするほど、マジびっくりしちゃうよ本当に。私がびっくりするぐらい来ない。それもなんか大体返信敬語だし、ガチガチの方ね、ガチガチね。それもあやばい、かすみおもろいおもろいとか言って、そういう人だから知ってる。知ってるか別にいいんだけど、次次ひなちゃん、やばい2月から写真送ってないわ、あるかな。よし全部送ろう。すいませんね、ちょっと私が写真送ってる間に喋ってる配信になってるそういうぐらい緩くていいですかね。あとはこの前、あゆいちにそこみらの写真も送んなきゃ、やばい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 。人に写真送らないのどうにかしないと、溜まってっちゃうね。かすみんは距離が近くはないかも。ございみやすってきたおもろ、だってこの日も送ってない、全然送んないと、全然送んないととはございみやすと、っておもろい、みんなおもろいね。次あとはここに入れとこ、ちょっと待ってすいません本当に、なんかこんな世界で一番ぐらい緩いショールームになっている。これですね、これですね。あこことに写真あったわ、まだそこみらの写真も誰にも送ってないんだよね。あそれ送ったかも、あ送ったわ、送ってない、ソラちゃんに送ってない写真、一旦いいかな、もうすいませんね、こんな緩いことないんだけど、ちょっとこれもだった、ふう、そんな感じで何してるっけ。こんにちは、ハマってます、おー嬉しい。そう最近ハイライトを変えて、ハイライトを変えたっていうか増やした、なんかいろいろ塗りたくってる、パウダーっていうかって感じですね。でもアイラインうまくいったかない、わかんないけど、これうまくいったんかわかんないけど、こっちはいい、こっちはわかんない、こっちの方が好き。なんかハイライトね、なんかシピシピですね、ハイライン上手だって嬉しい。アイシャドウはルナソル使ってるよって言ってわかるかな。
YouTuber さんの画角。なんかさ、服とメイク道具に一番お金をかけてる気がする自分。でもなんかさ、自分に似合うものは何なんだろうってたまに思うんだよね。たまに思うんですよ。で結局あんまり買わずに帰っちゃう。まあちょっともうお風呂入ってるだけだから先生にしてみた。ニュートラル？やったね。嬉しい。とか言って。おいよ。さてさて、何の話をしようかな次。逆に私は何が似合うと思いますか？何が似合うと思いますか？教えてほしい。普通になんかどういう服が似合ってたか教えてほしい。なんか自分が好きだと思ってもさ、似合ってる似合ってないは、まあ、人それぞれだけどって感じですね。そのいつも着てる感じがね、わかんないんだよね、その自分が、まあ、似てるんですけど、ワンピースか。あ、テーマパーク行きたくなってきた急に。やばい、着たことない服言わないでくださいね。皆さん着たことない服は知りませんよ。プティですか？でも着やすいのは白とか黒とか無難じゃない？うん、そうね。そんなに系統も決まってないって。ここに服あるけど、最近リボンがついてる服がたくさん、あ、買いやすい、買いやすいというか買いすぎかも、買いすぎでもないか、たくさん買ってるかもしれない。ピンク？たまに着るよ。どういうのが似合うと思います？そう、最近色物好きですね。なんかそうですね、ラフなの？まあ、あんまり買わないのかも、自分で買わないですね。白が一番似合ってる。あー、白か、確かに。好きなブランドなんだろうね。なんかいろいろ前なんか質問箱で答えたかも。なんかなんか好きなっていうか、よく着るやつか。はい、そんな感じです。皆さん、例えば私はインスタが1万人を超えたのですごく嬉しいですね。はい、あ、香水なんかね、最近ハーリップトゥー、最近っていうか少し前にハーリップトゥーのなんか香水買った。香水っていうか香水か、このサイズいいよ、マジ。この色、この色じゃないです、これはローズブランシュ、ん？ローズブランシュです。早くないよ全然。ありがとうございます。ローズブランシュって匂いです。なんか蜂蜜っていうか、なんか甘い香りするかも。なんか少しだけつけてる。そう、はい、右手だけネイルはしてないかな。なんかペディキュア、マニキュア似てるけど、そんななんかめっちゃナチュラル。ここだけ濃くなっちゃったんだ。ここだけ濃くなっちゃった。なんかワンプッシュとかじゃなく、ロール、なんかコロコロするやつ。
え、三つ編みなんて1分あれば終わると思う。あ、1分は嘘かも。3分これをここを結ぶだけだったらいいんだけど、顔周りの方が時間かかんじゃない？でもすぐできるよ。いい。りーちゃんとご飯はたまに行くかも。りーちゃん家に泊まるかな。泊まるかなとか言って。泊まったことはある。え、3分でできるでしょ。わかんないか。髪型変えるっていうよりかは、髪の毛外しただけ、外してなんか跡ついてるから三つ編みになっただけ。眉の家行きたいって言ってたけど行けないんだよね。なんか合わない日程とか言って。りーちゃんのお父さんはなんかたくさん用意してくれます。はい、めっちゃ朝ごはんまで用意してくれる。手料理では食べたことがない。めっちゃ果物とか買ってきてくださった。あとは何の話しますか。誰かプリーズ話題をくださいとか言って。話題はないか。ないよな。こんにちは。そこみらについてはそんなにないかも。水曜にあります。そこに未来がある公演が多分一番今 AKB48 劇場でやってる公演の中で一番疲れると思うとか言って一番激しいです。待って、最近ガチャガチャをねめっちゃ見てるんです。あ、花ちゃんの、花ちゃんとか言ったらわかんないか。お邪魔女ドレミの花ちゃんのなんかやつ、持ってます。ゲットしました。ありがとうございます。おじゃまじょドレミは普通に見た目が可愛すぎて、あ、私前髪にめっちゃ、昨日前髪が騒がしかったっていう写真を撮ったの。やばくないこれ。ちょっとほらこんな前髪してた。そうですね。あとあれだ、マネージャーさんがなんかわざわざ「ごこんお疲れ様です」って言ってアイスくれました。嬉しかった。カードキャプターさくらは見た。あの DD は別にいいんですけど、あのタオシって言って DD な人がたまにいるから、あの人はちょっとどうなのーと思っちゃう。どうなのーっていうか、あのどういうことーって思う。びっくりーって感じ。なんかそれが面白いかも、ちょっとこっちからしたら。タオシでしたかみたいな。違いましたっけみたいな。正直に言われた方がなんかちょっと、別に正直に言われてたらまあいいんですけど、ちょっと嘘は良くないですね。そう、単押しで DD 気味より、あの DD 気味でん DD で単押し気味ぐらいの方がまあね。タコ押しと DD は一緒でしょは
正直に言ってさ、ドボンドボン急にドボン。民族はねおもろかったね。波動の時に皆さんの本性は暴かれるんじゃない、わかんないけど、わかんないけどね。そうですね。だってさ2人はまあまあわかる、3人も、うん、4人5人6人7人箱推しと DD って何が違うのってなっちゃう。そんなに気になんないんだけど、別になんかそのわざわざ強調しなくてもそんなに気にしてないですって感じです。はい、そうだから別にそんなにって感じです。自分で倒してる人は本当に倒しはそんなにいないけどって感じですね。まあぜひ倒しって名乗らずに生きていってください。全然大丈夫です、もう何でも大丈夫ですけどっていう、嘘は良くないよっていう話なだけなんで。まあまあ、だからその別に倒しが正義なわけではないし、ディディが悪いわけでもないんだけど、嘘は良くないよって話ですね。そう、以上です。まあまあまあ、そんな感じでございます。そう、でも握手会の時に多分皆さん並ぶ場所がねたくさんあったら大変じゃん。だから大変そうだなと思ってる、私からしたらね。まあ推し面が増えることはいいことですけど、返事スルーしないです、わらわらわらってきたんだけど、してるやんけたまに。おもろ、わらの量がおかしい。はあ、皆さんレーン並ぶの大変だねって思いながら見てるんですけど、まあいいことですよ。はい、何時まで？実は別に24時まで、はい、配信してもいいかなと思ってるけど、あまりにもみんながつまんなそうだったらやめるね。はい、あまりにも暇そうだったらやめます。はい、そんな感じです。なんなら今すぐ漫画見たいぐらいだけど、ちょっとそれは我慢するから。でもさ、オンラインは押し増しできないじゃん、抽選すると。でもさ、現地って押し増しできちゃうからさね、えみんなおもろいよね。うんって感じ。 GD なんじゃない、私わかんない。え、まだ読んでないよ。ちょっとログインしとこうかなとか言って。漫画はいつも見てる最近。なんかね、え、何話見れるのこれ。あ、5話か6話ぐらい見れるわ。よし、おもろ。何話まで見たか教えるね。今80話ぐらいだから、漫画でいう10巻ぐらい見たらしい私。で漫画さ、なんか17-18巻ぐらいあるの。いいね、まだ楽しみはたくさんあるよ。あ、時間変えられるのはいいよね。みんな寝坊しないでね。でも一部寝坊してさ、2部、まあ、2部には押し増しできるけど、3部だったら無理なんで。あ、フェアリーテイル見てますね、好きなので。
結構進んでる、毎日コツコツ見てるんで。でもさ、あの一回見れたら全部見ちゃえ、全部見れるやつだったら私ずっと見ちゃうから、まあ、逆にありがたいかもしれない。3部は今回もできないので、ありがたいことに、ありがとうございます、嬉しいです、とても。配給長いんだよね、ちょっと長いやつをあの全部後回しにしてるんです、最近。あ、そうです、夏ドラグニルです。長いアニメと漫画は、あの漫画は、まあ、見てないか、アニメは全部後回しにしてます。あの一回見たらあの面白かったらもう全部見終わっちゃうから、それはちょっとさ時間がねもったいないっていうか、その時間の使い方がちょっと。あ、クマありがとうございます。ニコも、ヒューガナツさん。一部と八部がどっちがいい？でも朝はねみんな眠そうだから別に八部でもいいんですけど、次の日次第なんじゃないみんな。楽しく連番してる方もたくさんいますしね。どうしてもすぐに続きが見たくて、なんか頑張って我慢するしかないじゃん、だってなんかね頑張っているよ。そう、かすみんと焼肉も行ったな。いやでも別にそんな朝からなんか頭回ってないこともないけどって感じですね。上着着ようっと。全て一部に変えることもできるんじゃない、わかんないけど、できるでしょ多分、全然いけると思う。だって朝みんなさ朝を避けるから、まあ朝は避けた方がいいよ、リスクが高いからねとか言って、リスクが高いからねとか言ってるけど、まあ私は起きるんで大丈夫です、安心してください。あ、起きないリスクね。そう、そんな感じでございます。そうですね、寒くなったというより熱が、熱っていうかそんなに、あ、なるだよ、体温が上昇とかじゃないよ、あの動いた分の代謝がって感じ。そうね、朝は眠いよねみんな、朝は弱いです、でも朝は起きます。あ、2部19期いちゃんいるんだ、へえ。何分にいるか知らないんだよね。目覚ましは1回ではありません。そんな感じです。はい、でももうゆなちゃん今週次の週さ多分やんやんあるからね、みんないたわってあげて。もう土曜の夜は眠れないからね、ほぼ大変だ。で朝と夜、夜がいいよ、夜っていうか夕方じゃん、夕方がありがたいよね、やっぱやっぱ。あ、見てくれ、お代理さんね、お代理さんいたり行った人しかもらえないやつでね、イエーイ。次もあったら行きます、待っててください、お父さん。
なんか私何もバレん、うん、バレずにとか言ったらなんかちょっと嫌味みたいになっちゃうけど、バレないようにみたいなノリで普通にいい存在してましたね。はい、そう、何も探してない。なんかリップ探そうと思ったけど、ちょっと違う入れ物の中だったからちょっとやめた。いやと思って、なんか違うでリップたまには塗ろうかと思ったけど、そう、イヤリングはめんどくさい。でもあれ、卒業式と成人式の地元の成人式の時はなんかおばあちゃんにもらったお高めなっていうかイヤリングつけてた。ちょっと面白いね。なんかその自分のことをさ、面白いと思って生きたことないじゃん、正直。皆さんも自分のことを面白いと思ってさ生きてこないじゃん。やっぱお代理さんぐらいじゃん、やっぱ面白いと思うの。生きてますね。生きてたんだ。そうなんだ。それはちょっとね。だからなんかその面白いって言われてもさ、分かんないんだよね、自分が面白いか。おとかめ落とさないか心配になりそう。そんな簡単に落とさないよ。関西人は多いんだ。へえ。私は面白くないです。まあでも他人が評価することなので、まあそんな気にしないでいきます。はい。まあどう判断するかは、まあ握手会とかで話してみてからでお願いします。普段怒ることは別にないけど、ちょっとめんどくさいなーと思っちゃうことはあるよ。もちろん人間なんでね、はい、もう一周回ってね、何でもいいと思っちゃうんだよね。さあ、クマありがとうございます。いやー、もう23時ですよ、皆さん寝ないんですか。一周回って面白い。一周回らなかったらどうなるの。だから私そんなになんかマイナスな、まあまあ世の中の皆さんはまあマイナスな感情を持つじゃないですか。私はそんなにそれに対して何も思わないわけでもないけど、何も思わないか。なんか別にガラスのハートなわけじゃないから、まあ、ああそう思ってるんだぐらいに受け流すから、なんかそんな逆に心配しないで大丈夫ですって感じ。すいませんね、こういうマインドで生きてたらなんかこんな人になりました。その女でもないですけど、そうですね。投資はいいことじゃないですか、きっと。いいことですよ、きっと。まあそんな言ってる暇があったら違うことした方がいいと思うって思っちゃう。おもろいけど、意見は終わってないよ、全然終わってない。あ、まだ続かせてあげて、お願いだから。あ、共感力は強いです、多分強いけど、でも自分強いけど、何自分の中で区別がつけられるというか、なんか生きてきたらこうなりました。はい。すいませんね、ちょっと。でも楽ですよ、このマインド。
でも私初めて出会った人とか言われた、なんかいろんな人に、なんか初めて出会った人類だわとか言われる。人類とは人類って言ったらなんか良くないか。なんか初めて会った人種初めて会った人種らしい。なんか多分話してみたらなんか思ってたんと違うと思うかもしれないけど、どんな人類か知りません。だって私がその本人なんだから、私が知ってたらなんか違うじゃん。まあだから、まあ話してみて言ってください。はい、以上です。あまりいないタイプな。じゃあ皆さんもあまりいないタイプですよきっと、知らないけどはい、そうですね。量産型なの？そんな方ないよ。みんな量産型ではないよ。別に変わり者でもないです。別に MBTI はなんだっけ、忘れちゃったよ。忘れちゃった。またやるね MBTI。 なんかすぐ変わるらしいじゃんあれって。あ、どうも。ちょっと今日は頑張ってメイクしたんでね、公演前にこんなメイクしたんで。あ、でもまつげ下がってきちゃった。話、いやでもこのマインドは楽ですねって感じ。想像より面白そうな子。どんな子だと思ってたんですか。私そんな真面目じゃないですから。めっちゃ真面目って言われやすいけど、そんな真面目ではないかも。なんかそのめっちゃ優等生ですみたいな人ではない。生きてきて優等生って感じでもないのって。あの TikTok のコメントにいいねしてる昨日もさ、昼夜の合間にね、乗っけようと思ってたわけ。真面目じゃないって、そういう真面目ってわけじゃないからね。メガネかけて、お下げで。めっちゃ真面目ってわけではないんで。あ、そういう真面目ね。常識の範囲内の真面目人です。不真面目ってわけじゃないからね。真面目じゃないってそういう意味じゃないからね。安心して。更新だらけなんで、皆さん見てください。私が更新した意味を見出してくださいぜひはい、常識の範囲内の真面目じゃないみたいな、ね、陽キャでもないけど普通キャじゃない。普通キャとはって思うじゃん。でも普通キャなんですよ。普通のキャラ。はい。はい。まとも？あ、まあ正解かも。まともかも。常識を持っているぐらいじゃない？常識は持っています。はい。常識はあります。普通ではないってそれダメだよ言っちゃ。 いいけど別にいいんだけど、珍しい人種とは言われる。お、ぜひ待ってます。こんなマインドで生きておりますどういうことかわかんないけど、カズミは普通キャじゃない。変な子、変な子だよ。5月の回ってどういうこと？どういうこと？どういうことですか？ユキじゃない変わり者は。平田だよ平田。半身楽しみ？何やるんだろうね。今聞いてみよう。半身って何やるか決まってますか？って
聞いてみようと。でも言わないよ、みんなには言わないもん、とか言ってみて。所長には聞きません。マネージャーさんに聞きます。でも多分何も言われてない気がする。サインボール1000個はちょっときついっす。あの100個名前書くのはきついかも。1000個ってさ、キャパーより大きいんじゃない？それって。やばい。ペタペタする。色ケープめっちゃこうやってかけてた。キャパ500、あれ1人2個じゃん。まあ1人別に、あ、100個はちょっと厳しいけど、キャパ500で2回ああ1000なんだね。キャパ500なの？初めて知った。すいません、キャパとか把握してなくてごめんなさい。場所ぐらいしか知らなかった。もうそれだってさ、あのサインボール投げじゃなくて、あの帰りに手渡しぐらいの勢いじゃん、その量。え、でもだって1人100個書くんでしょ。あの時間が欲しい、普通に書く時間。あの書くの結構大変なんですよね、サインボールって丸だから。そんな感じでございます。手形？どういうこと？手形ってどういうことですか？神奈川ツアーは待ってください、カレンダーに入ってます。でも何公演あるかは知らないか。9月でやります。9月の終わりに神奈川でですね。はい、皆さんぜひお待ちしています。17期1人50個何個書いたっけ、あんま覚えてないな。こんな感じです。ツアーの申し込みいつかも知らない、ごめんなさい。何も知らないんですけど、何も聞いてないだけです。はい、ぜひ当たっていただきたい。皆さんに、みんなに神奈川当たらなそうって言われる。そんなこと言わないでよ。まあ、ありがたいことですよ。そのなんかその落選しちゃうかもって言ってくださること、でもちょっとね、はい、そんな感じです。皆さん、なんかあのね、ツアー全部即完売とかだったらさ、またもうちょっと大きい会場でできるかもしれませんけどね、どこがいいんだろうね、ちょうどいいとこ。どこがいいかわかんない。そうですよ。TBC ホールは立ってみたいですね。見に行ったことあるけど立ったことはない。
なんだろう、あと、でも夏はツアーですし、秋とか冬ぜひコンサートしたいですね。はい。でも9月に劇場が何あの修理じゃなくて改装になっちゃうので、その間にぜひぜひというか、その間にあれあ、なんだっけ忘れちゃった、ツアーの後ぐらいにコンサートができたらすごく嬉しいんですけど、まあそれはそれで脳みそがパンクになるっていうね、そんな感じですね。私は何も知らないので、ちょっと誰かね教えてほしいよね。柱を削るの、いや知らないです。削ってどうなるんだろうね。初めての話から何を話せばよいですか、だそうです。皆さんお話し会のプロ、あ柱透明、頭いいね。あ、なんかさ、目線の高さだけ柱透明とかダメなの？どうする、それでめっちゃ耐久性が悪いみたいなこと言われたらね。ちょっとミランどこ行きな、行きたいですね。はい。柱で何も見えなかった。まあ醍醐味でもありますけどね。見えないのも悲しいですしね。出張公演どこに行けるんですかね。なんか前マネージャーさんがなんかうっすらなんか言ってたんですけど、どこがなんちゃらみたいな。あれでメンバー待ちになんかその決まってないけど、どこにはどこはあるみたいな話をしてて、えってなった記憶があるので、まあ皆さんお楽しみということで、どこかは覚えてない、そのうっすらの情報さえ覚えてない、マジで本当に役に立たない。まあでも楽しみは先延ばしの方がいいじゃないですか。そう、まあ、覚えてても言いません、それはそう。以上ですね。でも47都道府県ぐらいは行きたくない？普通に。でもセリがないんでしょ？セリがないのなんか寂しいね。あるか。うん？うん。でもさあ、ちょっとずつ違うじゃん、劇場も。なんかその各うん、各劇場も別にね一緒じゃないじゃないですか。だからそう、特殊なんですよね。でもあれ好きです、めっちゃいいとか言ってみて、そうですね、幅も違うから、そうなんですよね。あとは、あのね、劇場が全く一緒ってわけじゃないから、ちょっとずつ違うんですよ。NMB さんはあれが違う、本当に幅が違くて。なんかのなんだっけな、ユニットかなんかの曲のなんかその資料を見た時に NMB さんの劇場のやつだったから、幅が違くてびっくりしてたね。普通にやっぱ違うんだと思って。そう、結構違うから、まあそれも良さじゃないですか。花道も違うし、なんならのにセンステみたいにあるじゃん、 HKT さんとか。だから全部行ってみたい、出る側、見る側も出る側も。そんな感じです。なんかありますか、あと。
なんも話すことなくなったらショールームやめちゃうよとか言ってみたり、そんな各地で美味しいものは食べたい。いやさすがに今日は丸投げしたいじゃん。ご公演めっちゃ MC 考えたんですよ私。これでもめっちゃ考えたんです MC。 MC も考えたし、なんか頑張ったからまあいいかなみたいな良くないんですけど、はい、そう、まあね MC 話すことね、どうしようって感じですね。いつもなんか生誕だとありがたいじゃんやっぱ。あ、こんなに丸投げする日はありませんマジで。はい。すいません。いつもはね結構話すことあるんですけど。一番大変だったのは覚えてない。あのね、いつ何してたかそんなに記憶がない。寝る準備かしなきゃ。あでもねもうお風呂入る準備はもうしてあるので、そう夜もあったらすぐ入る。最近食べた美味しいものは丸亀製麺のうどんかな。めっちゃ美味しかった。なんかあんまりとろろとか明太子あんま食べないんですけど、あ辛いものは苦手。なんかまあ普通のねただのざるうどんとかが良かったんだけど、お持ち帰りしたいと思ったから、あーじゃあこの中だったら、まあ、これが一番いいかなみたいな。あトッピングじゃない、なんか明太とろろうどんカップのやつね、シェイクうどんだから、まあそれでいっかと思って食べてみたらめっちゃ美味しかった。そうめっちゃ振って食べるやつ、辛くなかった。うどんは好きですとても。でも最近あんま食べてなかった。なんかねあの冷凍パスタが一番楽で、そう冷凍パスタめっちゃ食べる。そうシェイクうどんいいですよ。そうそんなに量は多くないんで食べやすいし美味しい。でもさっぱりしてるものが好きなので基本的にね、なんか唐揚げとか乗ってるやつはちょっと遠慮しちゃう。そうぜひ食べてみてください。こんばんは。あの、ね、自分で作る元気はそんなそこには作りたくない、かけたくない。そうね。待ってマネージャーさんも特に聞いてないですってああですよね。ちょっと待って、特に聞いてないだそうです。皆さんもうちょっとお待ちください。明日どうしようかな。何しよっかなと思ったけど、明日はまあ
くさん寝てから整骨院に行って行きます。そして練習します。そして寝ます。まあ皆さん朝早いかもしれないので、まあ、よく寝てくださいって感じなんですけど、6時には起きれないな私。何時に起きるんですか皆さん。早い人だってさ5時とかぐらいに起きるじゃん。6時半も早い。8時は普通かな。6時半は早い。8時は普通。3時は寝てない。7時も早い。だから8時過ぎたらギリ平気。5時50分早いな。5時半は早い。頑張ってねみんな。みんな頑張ってね。私は応援しているよ。5時20分は早いよ。5時台。ああ、やっぱみんな早いよね。早からみんな起きるのじゃない、寝るのも早いんだよ。で、このちょっと下に下げよう。早い。何時に起きようとか言ってたらさ、なんかみんな羨ましく思っちゃうでしょ。でも今日はそんな遅くなかったからまあいいでしょ。まあでもね大変ですよ皆さん。いろんな方がいらっしゃいますからね。何時までせやさって言っても私別に午前中には起きるし、10時とかには起きてるかも。なんか別に起きてすぐウィバース送らないからさ、気づいたらなんか 1,2 時間経ってるからさ、そうなんかめっちゃ寝てる人みたいになるんですけど、始まる時間的にね。全然そんなことないので気にしないでくださいって感じ。いや12時には言わないかな。まあ皆さん起きたらすぐウィバース送ってくれていいんですよって言って、私は見るのちょっと遅いかもしれないけど、まあそれはちょっと許してほしい。本当にスマホね開いてあんま何も開かなく、スマホそんな起きてすぐなんか通知見て満足して終わっちゃうかもと。別におはようが来ないからって起きてないわけではない。私多分起きてすぐウィバース送ったことそんなない。眠いって言ってるぐらいがやっと頭が覚めてきたぐらい、なんか 目が覚めてきたっていうぐらい、頭が冴えてきたぐらいかな。あ、通知は私ほぼ何もつけていないです。逆にな、その先に送ってくれた方がまあいいかもねって感じ。すいませんちょっとね、そんな感じで生きてるので、まあぜひ日課にしてください。ぜひお待ちしております。まあね、うん、二度寝する日とかもある。あれだよ、私別に6時7時ぐらいにさ起きて見て満足して寝る時があるから、そんなにねって感じかも。あんま気にしないでください。なんかさ最近痩せたねって言われる。別になんか多分痩せてないんですよね。体重減ってないし、多分筋肉がついたんかな。あら、ウィバースを知らない方がいるよ。教えてあげる。なんかさ
あのハイブさんがやってる、ハイブさんがやってんだよね、なんかねモバメの DM バージョンみたいな、そうモバメの DM バージョンですよ。あのね DM は有料なんですけど、まあ、DM じゃないやつは見れるタイムラインみたいな、まあ、でも DM は多分モバメよりも細かく来るから、逆になんかそっちの方がたくさん来るっていうか、別にそっちの方が内容があるんかな、内容がないわけでもないけど、なんかその気楽に LINE みたいな感じですね。あ、そう LINE みたいな感じ、要はなんか思ったことたくさんめちゃ言ってくる人が私ね、そうそちらですね、はい、そんな感じ。まあウィバースは気づいたらちっちゃまってる場合もあるけど、いいことじゃない？うん、そう、そういうこと。まあなのでなんか日常の何気ないことも送られてくるということですね。はい、まあなのでぜひどうぞって感じ。なんかね、モバメはちゃんとめっちゃ文章考えてってるんですけど、あの何も考えてないわけじゃないからね、ウィバースが。でも何しましたとか、何しますとか、何食べましたとか、なんかすぐ送っちゃう、すぐ知れるみたいな感じ。何週の話はしてるのかなみたいな。時間制限はないけど、あのあの世の中の常識の範囲内ぐらいですね、私が送るのは。超早起きの人とかたまに言ってる。アプリです、ウィバースは。どれくらい遅くて1時とかじゃない、遅くてね、だいたい12時ぐらい今終わってる。1日平均3桁。おー、食べたは、あ、そうなんだぐらいの気持ちで、あの受け流してくれてもいいし、私は何々食べたとでもいい。まあ言えば多いよね、知ってる。なんか電車でずっとウィバースで眠らないようにしてたみたいな話もしてたし、そう。なんか多分急に送られてくる場合もあるし、何もしてなかったらまあね、そう。だから、TikTok を載せましたと。もうこっちは、まあまあモバメで十分って思ってくださる方ありがとうございますって感じなんで、まあまあそんな感じのアプリですよってことだけ言っときます。はい、あとなんだろうね、あと何の話します。モバメもおもろいんだ私。全部面白いじゃん私。いいことなんかな。今日は何のアニメが更新されるんだろう。握手会のお話はね、確かに。何のアニメ更新されるんだろう。10年後は何してる、わかんない。何してると思う、ね、鬼滅の刃ってさ、いつ更新されるの、いつやるの。昼服はまだ決まってる、あ、今週は決まってるかな。じゃあいつから、忘却ばって、
待って、4月15からなのにさ、どこにあるの？見たいのに。見たいのにな。これ片岡寺の里編？違うよね。まだ始まってないよ。5月12からだよ。そうなんだ。知らなかった。ありがとう、教えてくれて。何も知らないんだよね。そう、最近何も終えてない。なんか終えてないっていうか、追ってない。よいしょ。はい、そんな感じで生きてます。どんな感じなんだろう、わかんないけどちょっとよくわかんなくなってきた。何話してるんだろう。でもさ、別になんか言いたいことがあったわけじゃないから、さっきがこんなグダグダなんですけど、すいません。カジューシャ見っけた。なんかゆめみがこういうのもつけてたよね。まあ、かといって別にこれつけませんけど、見つけたです。やば、あくび。なんかありますか？言いたいことはないかな。もうMC で全部言った。もう全部言っちゃった。こんばんは。なっちゃったのちょっと待ってます、コメント。本当にね、言いたいことないんだね、残念ながら。でファンミのことも知らないし、ツアーのこともそんな知らないし、何も知らない、何も知らないんだよね。髪型の理由は？わかんない。そんなに理由はないかも。そんなに理由はないんだよね。そう、ごめんなさい、こんな人でって感じなんですけど。インスタの質問箱ではとか質問募集しちゃおうかな。今から募集しとこう。公演出演予定は？わかんない。まあ、皆さんぜひ公式 X が更新されるの待っててね。ピンポンが入る。それは無理しないで。無理しないでください。無理しないでください。それは本当に。はい、取らなくてね。背景どうしようかな。背景別にカーテンでいっか。カーテンでいっかってあれだよ、劇場のカーテン。何でもいいです。別に答えないでいいよみたいな、ただの感想とかでも全然入れてください。意味わかんない。1万人さん、ありがとう。1万人。そう、1万人さん、ありがとう記念でいいか。
意味があるときは言います。うん、うん、あと17分ですね。リクエストとかそのしてないですすいません、ちょっと本当に緩くてごめんなさい。はい、うん、あとは何だろう、もう話すことないかも。うん、話すことないですえ、ないよ本当に。どうしよう、そろそろお開きだけど、あと15分はしたいじゃん。キリが悪いから。だから皆さんなんかちょっとありますか？あ、スクショタイムはちょっとあのオンデマンド見てね。すいません、ちょっと髪がボサボサすぎてびっくりするほど。そう。なんだろうね。あ、カイリちゃんにポテトあげた。なんか。いるとか言ってどういう会話だよね。いや今日じゃないからマクドナルドのポテトあげた。へえ、そんな情報いらないよな、知ってた、大丈夫。今日はひなちゃんとゆういちとあさえちゃんにサブウェイのポテト1個ずつあげた。なんか普通にそんな食べなかったから、食べたそうだったからあげた。あの半目じゃなければあげていいんですけど、あまりにも変だったらちょっとんーみたいな顔してしとくんで、ちょっとそうならないようにお願いします。まあ5公演明日から、まあ、何食べてもプラマイゼロだと思ってるんですけど、そうですよねきっと。最近は誰とも遊んでないかな。危ないです、半目ダメ絶対、それはそう。もっと遊ぼうよ。いやまあ遊びたいは遊びたいけどね、って感じです。5公演で何カロリー減ったんだろうね。半面削除してる、お、いい人。あのね、遊ぶとご飯は違うんですよ。遊ぶはね、あのね、あれ、ご飯はご飯です。ご飯以外は、遊ぶってそんなに。痩せたいから公園出て、いや疲れますよ本当に。あの食事と遊びは違います。はい、ハートありがとうございます。うん、カフェは遊びじゃないです、カフェです、お出かけです。遊ぶってさ、あの遊園地とか行くことじゃない？
思わん、それ違う、私だけなんかご飯行こうぐらいじゃないの、ご飯と遊びは違う気がする。だってご飯はご飯じゃん、だって目的がご飯だから、もうそれご飯なのよ。目的がテーマパークで遊ぶとかさ、ねえ、だったら別ですけど、目的がご飯はご飯ですよ。カラオケはカラオケだよ。お出かけと遊園地は違うよ。遊園地は遊園地よ。だって遊び行く、まあ遊び行くって言わなくない、遊園地行くか、うん、じゃあ遊ぶは、遊びは別かも、分かんない、分かんない、人と違うかな、人によって違いそう。ご飯で語るはご飯で、ただのそう、いやでもご飯以外は遊びなのかな、カラオケはまあ遊びに行くって感覚かな、わかんない、何が正解かは知らないけど、知らないんですけど、まあ、判定細かい、そんなことはないよ、だってご飯行くだけなのに遊びに行くって言わないよ。だってさ、ご飯誘うときに遊び行こうって言わないじゃんちょめんどくさいな、これはめんどくさいからやめよう。そう、遊び行きたいでさ、カラオケとかどうなのかけど、遊び行きたいでさ、ご飯行くはそんなに選ばないかな私は。まあ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 、皆さんとの認識は間違うということで終わりですそう、何かのついでのご飯はまあ遊びなのかも。だからそのご飯行くプラス何かだったら遊びなんですけど、ご飯以外の目的なかったらご飯です、私は。まあそれ以外はまあいいです、皆さんの解釈で。もう5公演毎日メイクしたから、もう明日メイクしなくていいかな。その話は置いといて、もう5分経ったよ、あと9分しかないよ。はい、はい、もうご飯プラス何かも、遊びでいいんで、その話おしまいです。なんで汗の量がすごいのはいつもです。劇場がいくら寒くても汗はかきます、人間なんで。みんな面白いね、みんないろんな解釈があるね、面白いと思う。ぶった切らせて、この時間だから、この時間にこの論争しちゃダメ絶対。あなたが一番面白い、ありがとう、どうも。めっちゃ代謝いいですよ。あでもライトめっちゃ熱い、君が教えてくれたとかめっちゃ熱いからね、あれ、知らないだろうけど熱いからね、あれ実は。でもエアコンの下、エアコンの下いるときはマジで涼しい、ありがたい本当に。あくまありがとう。こっちが寒いですよね。でもね、寒いぐらいじゃないと私暑すぎて耐えられないかもしれない普通に。いやそう、寒いぐらいがいい。
まあでも風邪はひかないように気をつけてください。以上ですねすごく雑になってしまった。まあ今日はこんぐらい適当でいいでしょう。あ、でもなんか劇場の扇風機が新しくなったらしくて、なんか君が教えてくれたのさ、待ってる時扇風機当たって待ってる。実はね、当たってます。はい、はい、そんな感じでございました。適当でしたが2時間も喋ってましたね。そんな喋ってないかも、あんまり中身なかった。ちょっと中身があるものを目指したいですね。そんな真面目な配信もしたことないけど、まあまあまあ、こんばんは。2時間もやったのは珍しいんじゃない？でもこの前1時間何十分やったよね。今月は頑張ってショールームしたい。多分ね、5、6時間ぐらいやってるもん。珍しいよね。そう、3月とかめっちゃコンサートのリハが多かったから全然できなくて。映画一本分。あ、何も期待しないでください。何も変わらないから、それは期待しても変わらないから安心しな。マサイマユを見てくれ。最近は珍しい。あー、確かにこうやったからかな。面白い子の枠になってる私、もしかして。あ、それはちょっと違うかもしれない私マイペースなんかな。待たれても何も進歩もしないからな。待たない方がいいよ多分。待ち損だよそれ、多分。絶対に待ち損だよ変わらないんだ。バラエティ要員ではないでしょ絶対これ。お母さん枠って言っちゃダメだよ絶対それダメです。マイペースなんだね。そんなことないけどね。多分人といる方がしっかりしてるかも。だって自分の時間だから、自分の時間だから自分で使いたいように使って生きてます。当たり前か。そろそろランキングを読まないかな。読まないかなじゃない、読まないとな。でも何分に始めたかあんま覚えてないから、なんか読んでる途中に変わりそうなんだよね。変わったらごめん。でももうすぐ読まないと終われない。はい、もうメイク落とそう早く。にありがとうございました。こんなね、長々と本当にね。あ、22時1分ならもう変わってるか。よし、読む。ライブランキング、あー、いきます。あー、なんか変なのしちゃった。13位とびさん、ありがとうございます。12位いもちゃん、ありがとうございます。11位ドラちゃん、ありがとうございます。10位ミサパパさん、ありがとうございます。9位ガンちゃんヨッシーさん、ありがとうございます。8位ルイージさん、ありがとうございます。7位ハリアさん、ありがとうございます。次6位チョンヘリさん、ありがとうございます。5位ヒロキさん、ありがとうございます。4位たけしさん、ありがとうございます。3位あゆちゃん、ありがとう。2位ヒューガナチさん、ありがとうございます。そして1位がコウさん、ありがとうございます。たくさんクマをいただいた。なかなかとありがとうございました。こんな一番面白くないであろう配信にみんな面白いとか言っちゃってる、優しい。こんな感じでございます。今日はゆるゆるとしていましたので。
そんな感じでございます。はい、まあ、あの質問箱みたいなやつを見るので、皆さん暇なら入れてきて、入れてから寝ましょう。長々とありがとうございました。本当にちょっとまあ夜更かしにはなるかもしれないけど、今日はありがとう、3日間ありがとうございました。バイバーイ。そのうち切れるね、はい、以上でございます。写真も送れるから、あの好きな髪型の写真とかでもいいよ全然。あのこの子のこれいいみたいな、この子のこれのこの髪型、この日の髪型やってほしいみたいな写真でもいいよって思ってる。ありがとうございました。よろしくお願いします。またね、バイバーイ。おやすみー。